フランツ・オマー・ファノンは植民地主義を批判し、アルジェリア独立運動で指導的役割を果たした思想家、精神家、革命家、ポストコロニアル理論の先駆者としても認識されている。フランスの植民地であった西インド諸島マルティニークのホールド・フランスの出身。ファノンの父は黒人奴隷の子孫、母は根結の私生児で白人方の祖先はストラスブール出身であった。 マルティニークでは、マしな方ではあったが、中流には、ほど遠い家庭に育ち、名門シェルシェール高等中学校に進学、エメ・セゼールに学ぶ。第二次世界大戦で、フランスがナチスドイツに倒されると、マルティニークは、ビシー政権の海軍に封鎖された。島に残されたフランス兵は、典型的な人種差別主義者となった。多くの嫌がらせと、性的不貧困が起こされた。 フランス軍によるマルティニーク人への侵害はファノンに植民地の人種差別の現実の中での疎外感と嫌気を増強させるという重大な影響を与えた。18歳でファノンは反対者として島を逃れイギリス領ドミニカに渡り自由フランス軍に加わった。後にフランス本土に移りアルザスの戦いに従軍している。1944年に これもあるで負傷し、軍交渉を受けた。ナチスが破れ、連合軍が写真記者と共にライン川を渡り、ドイツへ入ると、ファノンの連帯はすべて白人に漂白され、ファノンら被白人兵はトゥーロンに送られた。1945年、ファノンは短期間マルティニークに戻り、ファノンの死であり友であるエメ・セゼールの手伝いをした。セゼールは、フランス第四共和制において、 フランス共産党から議員に立候補していた。ファノンはバカロレアを得るとフランスに渡り、医学と精神医学を学んだ。リヨン大学で文学や演劇、哲学等も学び、モーリス・メルロー・ポンティの講義を受けることもあった。またジャンポール・サルトルの達者論と反差別論に強い影響を受けた。1951年に精神科医の資格を得ると、タランビといいし、 フランソはトスケルのもとで研修医となった。これはファノンが文化を精神病理学的に見ることに影響を与えた。ファノンはフランスで臨床医を続けるかたわら、1952年研究論文として黒い皮膚、白い仮面を発表する。1953年にアルジェリアに渡り、ブリダイコール・ジョアンビル精神病院で医療主任となり1956年まで続けた。 ファノンは、認知のアルジェリアで、アルジェリア人独立運動家の捕虜を診療するうちに、フランスの植民地支配へ反対を始め、アルジェリア民族解放戦線に参加、アルジェリア戦争を戦い、FLN のスポークスマンとして、脱植民地下時代のアフリカ植民地を回り、アフリカの独立指導者たちからアルジェリア独立への支持を取り付けた。1961年には、 白血病に侵されつつも、地に呪われたるものを、わずか10週間で執筆。だが、1962年のアルジェリア独立を目前にした1961年、ファノンは、白血病により、アメリカのワシントン DC 近郊で帰らぬ人となった。1962年に発表した詩の中で、カテブやシーンはファノンを追悼した。しかし、現在のアルジェリアでは、 ファノンの名はほとんど忘れ去られた存在となっている。コロンは歴史を作り、かつそのことを自覚している。その上絶えず本国の歴史によりどころを求めているから、植民地にいるコロンは本国の延長であることをあからさまに示すことになる。したがって、コロンの記述する歴史とは、彼らが荒らし回る国の歴史ではなく、コロン自身の国の歴史、異民族を略奪し、犯し、 植えさせた歴史である。原住民はピクリとも動かぬものと決めつけられており、それが疑問視されるためには、植民地下の歴史、略奪の歴史に、原住民が終止符を打ち、民族の歴史、非植民地下の歴史を出現させるべく決意を固める、時を待たねばならない。フランツ・ファノン、地に呪われたる者、鈴木道彦、浦野絹子教役、ミスズ処防、年。 32から33ページ、ありがとうございます。